苔の会える環境として、最も大切なのは、日陰である。ということです。苔は進化の過程で、少しの光でも光合成できる体を作ってきました。したがって草などが好まない日陰を住みかにしてきました。苔の中には、日向たに適応したものもありますが、ほとんどの苔が、日陰を好みます。日陰を好むといっても、 全く光がない洞窟などでは生きていけません。例えば、学校の運動場などでは、苔は生えてきません。しかし、皇帝にある木の陰には苔が、生えています。運動場のような日当たりが良いところでは、徐々に草が、生えてきます。このように日当たりが良い場所は、草が生えやがて草だらけになります。つまり草が生い茂るような環境には苔は、 栄えません草が好まないような日陰を住みかとしています。学校の周りを見ると、校舎の裏の日陰になった部分には苔が生えています。山の中で見てみると、下草や笹などが生い茂っているようなところには苔はありません。木や岩などの影になった部分に苔は生えます。もう一つ大切なのは、水です。山で言えば沢や谷、 水が染み出ているようなところの近くに苔は生えます。つまり空中の水分量が多い場所が重要なポイントです。日陰であっても水のない場所では苔はあまり多くありません。乾いた感じの山には苔は少ないのです。苔が生える環境として最も重要なのは日陰であることと水があることです。このイラストにあるように山で苔が育つには 大きな木があり日陰があること。そして谷や沢があって、空気中の水分量が多い場所です。このような場所には、たくさんの苔が見つかります。杉やヒノキの根元には、荒柱が苔や細葉沖な苔。その周辺には、ヒノキ苔や尻尾苔やカモジ苔が見つかります。水際から少し上がったところには、荒野の万年草が見つかることもあります。 皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回のコケの会える環境をお楽しみに。今回のナレーションは、アックンケチャンネル、アナウンサー、コケ女子の、しのぶでした。今後も、アックンケチャンネル、よろしくお願いいたします。